です。今回はグッズ収納方法を紹介していきたいと思います。多分1年前ぐらいに動画を上げてるんですけど、いっぱい変わったところとかあるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速、ちょっと前にも、ね、動画を上げてるんですけど、棚の方を紹介していきたいなと思います。こちらの棚を紹介していくんですけど、まずこちらの棚は Amazon で多分買いました。多分いろんな YouTuber さんの方とかも結構この棚を紹介してる動画見たことあるんですけど、多分同じものだと思います。2色あって、黒と水色があって、水色の方にしました。まず1段目はこんな感じで、推しの缶バッジ、いや缶バッジ推しの缶バッジとかキーホルダー系を入れています。こんな感じです。こっち側はその57ミリ缶の缶バッジを入れていて、こっちは75ミリの原作缶バッジとかのサイズの方を入れています。仕切りは多分セリアにもダイソーにも売っていると思うんですけど、私はセリアの違うダイソーのを使っています。こんな感じです。でこの端っこにスペースができるので、こういうキーホルダーとかラバーストラップとか、こういうのを横に、まあ人気はないんですけど、まあ、バーって入れています。で、ここには、なんて言ったっけこのグッズ、あれです、なんかこのキーホルダーみたいになる缶バッジが中に入れられて、このなんか語彙力ないんですけど、そんなやつをここにね、バーって入れてます。で、奥にも結構奥行きがあって、いっぱい入ると思います。じゃあ2段目いきます。2段目は、推し以外のグッズのを入れています。同じような、さっきと同じような感じなんですけど、普通に小さいサイズの缶バッジだったり、こういう何とも言えないサイズの缶バッジだったりとかを入れています。ニカちゃんが2個出てるんです。でこちらは結構交換を探したりしてるんですけど、もうちょっと諦めかけてます。あと普通にでかいラバーストラップ、一番口のやつとかに普通に入ります。これはあれ、サビバメですね。そのアンスの一番口のやつとかも入れてるし、でこっちには75ミリの缶バッジですね。まあ、もちろん原作缶バッジとかもそのサイズですし、結構この57ミリ缶と75ミリ缶の2種類結構見かけると思います。で、原作のアクリルフィギュアとかも、この75ミリ缶入れてるところにぴったり入るので入れています。ラバストとかも結構入ります。で、横にはね、さっきと同じような感じで、こういう缶バッジ、紙が中に入っていて、その紙がここに合わないので、入れています。で、このくら寿司とコラボしていた時のやつとかも、ここに全部入れておきます。このラバーストラップも入れておきます。では3段目いきます。3段目は、一応、推しの、どこにも入らないようなサイズのものを入れてるんですけど、もう見ていただけたら分かるように、結構適当にバーって入れてます。で、こちらはね、推しっていうか、元、見推しだったんですけど、こういう、もうね、どこに入れたいのか分からなくて、適当にこの辺にポイって入れます。で、このおまんじゅうがね、ここに置いてて、このね、閉めたときに、こうちょっとなんか上になんか見てるような感じにするように入れてます。で、こちらはね、影山くんのアクリルスタンドですね。このポーチとかも、とりあえず収納に困るものを適当に入れてます。ちょっとね、関係ないものがあったりするんですけど、入れております。じゃあ次4段目いきます。4段目はこんな感じで、これはセリアで買ったこのカードを入れるやつに迷子のカードとかを入れてます。迷子のカードでもアンスタとかヒロアカ違うファイルにしまってるんですけど、他の作品のものとかこの辺にバーって入れてます。こちらね、普段からの傘なんですけど、なんか収納するところが分からなくて入れてます。あとタオルとかも入れております。収納するところが分からないものを結構入れてますね。次5段目はあまり入ってないんですけど、こちらは美女と野獣のディズニーで買ったケース、なんかお菓子が入ったケースなんですけど、中は海外のものが入ってるんですけど、あとその辺は後でちょっと詳しく紹介しようかなって感じです。こんな感じで一番くじのね、アクリルチャームとかも入れてますね。あとこれポストカード入れてたりとか、こちらのね、ブラマイドとかこの辺も入れてます。最後一番下の段ですね。一番下の段にはこれがウェハースを入れてますね。で、お取引で使うこのでかい封筒だったりとか、これは普通になんかコピー用紙とかもシールとか画用紙とか、まあ、特にあまり関係ないものに入れております。
棚の紹介はこんな感じで終わりたいと思います。続いてはファイル類の紹介をしていきたいなと思います。ではまず推しのカード類を、紙類カード類を紹介していきたいと思います。ファイルは変えたんですけど、リヒットラブさんの4リングのファイルを使っております。こんな感じで、ここもね、トミレッツ入ってて大容量に入る感じで、まず1ページ目はこんな感じで、ヒロアカ店の名刺カードを入れております。でここの何も入れてないところには、そのダイソーに売っている黒い、あのあれです、リフィールじゃなくてスリーブを入れています。で2ページ目はここにはあって、今トランプとか違うところに使ってしかないんですけど、ヒロアカのねトランプを全然集まってないんですけど入れています。で3ページ目はコレクターズカードですね。もう大体その3コンプを目指してるんですけど、これだけがあと1枚って感じで、でここも最初はね、ヒロアカのバックボックで揃えています。クリアカードとか思い出コレクションみたいなやつですね。でこのカードみたいなのが好きなんですけど、もう本当に全然交換が決まらなくて、もう全く集まってないって感じですね。このページはこの100均で買えるステッカーみたいなやつと、これはね、あのクレーンゲームに500円入れるともらえるやつ、2枚ともダビが当たってくれたので、ここにね入れてます。でね、ニジルちゃんのやつが当たります。でここは今はもうないんですけど、あのゲームだってヒロアカのそのバクゴーくんのカードだったりですね。ここからアンスタなんですけど、コウガくんのこのね場所、これめっちゃ短くて集めたやつですね。多分20枚かな、今は20枚なんですけど、あの私一応好きなビデオバンケットのやつなんですけど、あれ本当にメルカリでも結構すごい、ね、あの高いし、中古屋さんとかにも置いてないこともあんまないし、全然厚み交換とかも決まんないし、もうなかなか、てか一番も手に入れられてない状況なんですよね。本当にパシャコレを入れていて、これパシャってですね、もうパシャコレは出ないかわからないんですけど、私はパシャっても好きなんですけど、パシャコレの方が白押しとかって結構好きだなと思ってます。でこんな感じでエモカだったり、デコステッカーとかクリアカードのものですね。でこちらがアンスタのコウガくん以外の気になってるキャラクターです多くないと思うんですけど、佐久間レイさんと蓮見圭太さんとセナイズくんですね。もう全然ないんですけど、もちろんこちら五条先生のウェハウスバカウケこのやつとか、パシャコレもね、もう全然まだお取り付けとか全くしないんですけど、こんな感じで裏にね、スクナさんが天気がないんですけど、ここにスクナさんが一枚います。ここはね、人前のさまとき様のパシャコレだったり、このダンスとコラボした時のステッカーも入ってます。でここはもうなんか最後に詰め込もうって感じで詰め込んだんですけど、うんね、転生したらスライムの時っていう作品のクリアカードのディアブロくんです。でここにはあの最近すごいテニスの王子様にハマってて、あのもう語り合いたいぐらいなんですけど、あのお父さんがアニメ見てて、それをたまたま横で調べてみたらめちゃめちゃ面白くてでハマったって感じで、あのね、推しとかはもう全然決まらない、もう全員が好きな感じなんですけど、これね、たまたま持ってたあのジャンプフェアアニメートリスガイツですねの特典カードの 1.4 枠です。でここにはブルーロックとツタヤのコラボしてた時のポストカードがちぎりくんとなぎくんと、でこちらが最近の33巻の特典のやつです。選べたのでこちらを選ばせていただきました。でこちらにはね、これもジャンプフェアにアニメート特典の色紙みたいな、色紙ってちっちゃいんですけど、コースターん色紙みたいな感じですね。こちらがテンスラカフェ暴食祭っていうカフェの特典ポストカード1枚交換していただいて、こちらは自力分ですね。でこちらもジャンプフェアアニメートの特典の色紙のアトベスまで使ってます。こんな感じです。ここでね、押すとカチッて止められます。で、続きまして紙類とかの配慮を紹介していこうと思うんですけど、動画の尺的にね、ちょっと私もなんか喋りが長かったのかわからないんですけど、ちょっと長くなってしまいそうなので、続きは後編第2弾という形でさせていただきたいと思います。じゃあこちら最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。